はいどうも、モンスト攻略、究極攻略、ウルトラ攻略 TV のパレットです。本日はですね、スクランブルユニバースに来ましたエレボスのステージについて解説していきたいと思います。まず初手はこれ右側入ります。上弱点根も右弱点根も右側から入ります。はまれるとこにはまるって感じですね。天の沼子で倒せない場合は青森で倒しちゃってください。そんぐらいの着替えで大丈夫です。で、ここも左側、もう入れるとこに入るっていうのを意識していきましょう。ね、これね、もう2手かけて全然いいです。後半巻き返せるんで、ほんと全然2手、ゆっくりかけてハマれるとこハマって確実にボスを削っていくっていうのが非常に大事な試合となってます。でモンタナは基本的にワンパンを狙うもしくはワンパン狙う配置を狙うもしくはもう雑魚処理というか残った部分について絡め取っていくっていう感じになってきますね。でこれヌボコもね右側壁反射してもうハマれるところにハマっていくと。でアーマーリもこれ左側ハマりますね。このパーティーが僕一番強いと思います。このモンタナ入りのパーティーが何が強いってですね、クリティカルでゲージを飛ばしたりクリティカルでゲージを飛ばせずとも弱点なくてもワンゲージ飛ばしたりとか本当にね安定感がすごいです。でここもモスコミュールクリティカル出てればね持ってけてたんだけど、まあ本当に今も右側でハマれるとこハマっていくって感じですね。でもモンタナはね結局ねワンパン狙える配置じゃなかったらもうとにかくこうなんだろう調整係バランサーというかいい仕事してるんですよなんやかんやね。はい。でこれ天野ヌボコは、右壁からハマっ左壁からハマっていきたかったんですけどちょっとミスっちゃいましたね。これよろしくないですね非常に。バーストもねちょっと演出時間長いんで今の SS ってねカーンってボス入ってもよかったですね。ちょっと判断力に欠けてました。で、あ、ちょ、これミスっちゃった。アイテム打とうと思ったら、リタイアボタン押しかけるっていうね。これ改善してください。お願いします。はい、ということで、もう最後、ラストステージまで来ました。で、これ、モスコミュール一番強いとこ見れます。はい、クリティカル出して、弱点なくてもワンパーンということでね。本当にこの編成が一番安定すると思います。1分台。2分台行くことほぼほぼないです。基本1分台出せるんで、これ1分台出しとけば、とりあえず3以上には大体入れるんで、基本はこの編成でこんな感じでもうハマれるとかハマってクリティカル出て弱点外でワンパーンみたいな、そういうのを狙ってって、ていくのが、個人的にはこのモンストスクランブルユーザーなんだこのゲームもうわかんないですけどこのゲームで一番いいと思います。次の編成一応紹介します。はい、ということで次におすすめの編成はこの親指姫ティアラとかベルスターが入ってる編成ですね。初手は変わんないです。ただこのヌボコじゃない場合はスピードが足りるんで、上弱だったら上からこうカーンっていきましょう。もう伝わるかなこれ伝わってくれ。で、二手目は、貫通になって反射になって間挟まるっていう、この方式でね、やっていきたいと思います。で、ちょっとね、あんま結構難しいと思うんで、ここ失敗しても大丈夫です。親指姫ティアラでハマってあげれば全然倒せます。で、倒せなかった場合でもマモンで、どうこうするとか、全然、ゆっくりで大丈夫です。このチームは逆転もありますんで、SS っての。で、マモンは、これは、まあ、左側入れるかなと思ったんですけど、ミスっちゃって、まあ、特に何の成果も得られませんでしたと。で、ここ右弱だったらよかったんですけど、左弱だったんで、諦めてスパークルを使って突破していくと。ちょっとね、これ多分スパークルの中では突破できてなかったと思うんで、弱点位置の運ゲーがあっちゃうっていうのがね、モンタナ以外のパーティーの編成の一応欠点と言いますか。で、大体ここでベルスター撃てるんで、暗闇の中ですけど、ベルスターの SS を撃って確実に突破。で、クリティカル出したらワンパンっていうね。もうこのね、とにかくクリティカル出してワンパンを狙いに行くっていうのが強いと思います。このエレボスに関しては。結構ね、もうみんな早いんですよ。その慣れてきてかわかんないですけど、ワンパンとか平気でしてくるんで、ちょっとでもね、ワンパン率は上げた方がいいと思いますね。で、ここもハマるんですが、ちょっとね、ガッチしハマれなかったんで、微妙な感じになっちゃいましたと。でね、本来ここハマってワンゲージ持ってけてたら、マモンで終わりだったんだけど、まあここでマモン打たされることになったんで、抽選率低いですけど、ここでクリティカル狙ったんですけど、ちょっとダメでしたと。うん、ここでね、クリティカルとか出して、カーンってなったらね、ワンパンとかもできるんですけど、非常にね、まあ、なんか後半追い上げれる編成ではあると思いますね、この編成は。安定感があと違いますね。ハマるのが、SS ってハマるだけっていう、めちゃめちゃ簡単なんで、すごい安定感あると思います、この編成。で、ここはギリギリ避けれるんですよ。右側が、寄りから入ったらギリギリここ避けれるんで、避けましょうって、倒しきれずに、まあ最後、親指ミティアラでフィニッシュと。まあこれでね、この時ちょうど2位だったんですけど、まあ2分10秒だと、ちょっと怪しいぐらい。うん、4位ぐらいにはなれるかな、みたいな。4位5位とかにはなれるかな、みたいな。編成にはなってますね。ただこれワンパンとかする確率は、全然高いんで、上振れもあるし、まあ、
上振れもあるし、安定は2分10秒ぐらいかなって感じですね。はい。はい、続いての編成は、貫通4の安定編成ですね。ここはもう1手目は変わらずオペコで、上弱だった場合は上から行きましょう。上からね、リクルートがあるんで。やばい、チャイムが鳴った。チャイムが鳴ったら、急いで集合なんだが、まあ、無視していきましょう。ここ左側にね、はまって、これ弱点がね、たまたまあっちゃったんで、ワンパンしちゃうっていうね。まあ、ここワンパンできなくても、大体、2手突破でメモリー、次のメモリーのターンで、抜けれます。で、ここは、もう3手目、こうなっちまったら、もうワンパン狙っていくっていうね。すごい、めっちゃ速そうに見えるでしょ、この編成。ただね、この後のね、ジキル&ハイドが、ちょっといいルートが見つけられてなくてですね、なんかいいルートあったら教えてほしいんですけど、ここはもう雑魚処理とりあえずするか、みたいな脳みそになってますね。まあ、雑魚が意外と邪魔だったり、なんか、ちまちま攻撃してくるんで、その演出時間をね、少しでも減らせるよう。で、オペコで、これね、これミスりましたね、完全に。横から入った方が、横軸で入った方が、持ってける可能性が高かったですね。まあ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 、でも、基本さっきのモンタナ編成の時見ましたけど、ハマれる時にハマる。これがね、非常に大事だと思います。本当にハマれる時にハマっていくのがね、本当に、安定感高めるというか、もうひたすらね、上振れ狙っててもいいんですけど、もう何時間もやるもんですから、モンストスクランブルユーザーが。なんだっけこのゲーム毎回出てこない。で、ここは上入りたいんですけど、上がね、ちょっと結構判定がシビアと言いますか、抜ける可能性がね、非常に高くて安定しないんですよね、上側。下側に弱点が来てほしい、正味。こんな感じでね、だからこういう時にベルスターとかマンモンとかが上側ハマるだけで持ってけるんで、そういう安定感もありますよね。あと、この編成はね、ワンパンする可能性がね、ほぼないと言いますか、なんかワンパン、本当にうまく弾けばワンパンできるんですけど、なんかゲージ飛ばしとかもないんで、その、本当に安定感はあるんだけど、なんだろう、上振れがなくて勝てないみたいな、結構本当上振れしてくるんで、野良の人たちは。上振れがなくて勝てない、っていうのが悩まされましたね。本当に。まあ、こうやって安定感も非常にあると思います。このパーティー。まあ、あと面白いね。このパーティーは。このパーティーで。やっぱやってることがね、こういう感じなんで。はい。ということで、2分11秒。まあ、さっきと同じぐらいのタイムではあるんですけど、うん、向こうの、さっきと同じタイムだったら、向こうのベルスターとかでワンチャンワンパンできる可能性がある編成の方が僕はいいと思います。次。はい、最後の編成ですね。今回おすすめの順に話してました。この編成マジゴミです。楽しくないっす。シンプルに、おもろないっすね。うん、弱いし、おもんないっすね、このパーティー。基本的にテーマとしては、シャイニングピラー、ウェーイみたいなテーマだと思うんすけど、シャイニングピラー当たんないっす。運ゲーっす。運ゲーで勝って何が楽しいのって感じっす、あとは。はい。ということでね。これワンパンもできないからね、トッパーズ。雑魚。本当にね、シャイニングピラー、イエーイみたいな編成なんですよ。で、僕やってる中で、最初は貫通4の編成でやってたんですが、まあちょっとあんまり勝ちきれないな、みたいなことが増えて、ベルスター編成に変えました。で、ベルスター編成も良かったんですけど、もうちょっと他の編成も試してみようかってことで、モンタナ編成試したところ、モンタナ編成がマジ一番と安定すぎて、そっからモンタナ編成でひたすら持って SS 級ランクまで行きました。僕も基本エレボスしかやってないですね。ちょっとだけコルセアのやつもやったんですけど、邪非編成ってね、やったんですけど、それも結構上がったんですけど、序盤の方は。後半なんか、あんま思んないなってなっちゃって。正直これエレボス以外おもろいっすか？もうスクランブルユニバース。まあおもろいっすよ、もちろん。友達とやったりとかしたら。でもなんか作業ってなると、正直エレボス以外マジでおもんないっていう。あとエレボスのこの編成はマジでおもんないっていうね。本当にエレボスが一番おもろいんで、エレボスで開けるのがいいと思いますよ。うん。なんかこういうステージが一番競技性があって面白いというか、逆転のワンパンとかもあるし、うん。で、友情でね、当たってくだけの編成が、まるで面白くない。やっぱ、僕が求めてたのは、モンストスタジアムみたいに、こう、手数で、ここはこうして、こうして、みたいな、固定打ちみたいなのを意識してたんで、友情当たるだけっていうのがね、非常に面白くなくて、僕はもうエレボス以外は、なんか、微妙だなーって思いながら、スクランブルやってましたね。はい。全然このパーティーの解説してないんですけど、なんかもう、モスコミュールが横感しちゃってるもんね。なんかミスって横感しまくっちゃってるもんね。まあ、このパーティーはほんまにね、まあ、やってもいいんですけどね、思んないんで。このステージの、こう、
貫通でカーンって挟まるっていうね、貫通で反射になってカーンって挟まるっていうね、ルート取りの面白さとかもね皆無なんで、やめた方がいいと思います。この編成でやってても長続きしませんよ。まあ、この編成でね、うまくできる人いたら教えてください、僕に。うまくやり方教えてください、本当に。助けてくださいよ。この編成収録してる時ですら苦痛だったわ。はい、ということでね、基本皆さんモンタナ編成でね、入れるとかハマって、もうそれで安定して1分台出していけば、勝てる。簡単に、誰でも簡単に SS ランクいけるんで、ぜひやってみてはいかがでしょうか。今回は報酬ないですけどね、次回以降報酬あるかもしれないんでね、参考にしていただければなと思います。以上、ありがとうございました。